イサベルデ・アラゴン・イ・シシリアは、アラゴン王・ペドロ三世と、王妃・コンスタンサで、シシリアの娘で、ポルトガル王、ディニス一世の妃。ポルトガル5名は、イザベル、カタルーニャ5名は、エリサベ。1235年に劣勢された王妃の、ハンガリー王女、エルジェーベと同様、カトリック教会で聖人とされており、ポルトガルの聖イザベル王妃として、ポルトガルでは知られている。 日本のカトリック教会では、聖エリザベト皇后と表記される。イザベルは幼い頃から、敬虔なカトリック教徒で、日に二度見さえ通ったという。少女時代から、貧者や病人への奉仕を、日々の信仰の日課としており、ディ・ニス王と結婚後も変わらなかった。彼女の周りには、人々が集まるようになり、人望を集める彼女への妬みも生じた。伝説では、たびたび城を出て、 帽子に出かける妻を浮気と疑った王が、その手に持つのは何かと問いただしたという。イザベルは、カゴに、バラが入っているのです。と答え、パンの入ったカゴを隠した。王にカゴを見せるように言われて差し出すと、中には、バラの花が入っていた。ディニスとイザベルの間には、コンスタンサとアフォンソの西が生まれた。王子アフォンソは、 不王が諸子であるイボテイに王位を譲ろうとしていると邪推し、1323年に父に対し反乱を起こした。しかし、イサベルの仲裁で、不死は和解した。1325年にディニスが死ぬと、アフォンソが王位についた。イサベルは、自らがコインブラに寄進した、フランシスコ会派の貧者クラレス修道院に引退した。残りの人生を、 弱者たちへの奉仕で送ろうと考えたのである。しかし彼女は再度仲裁者として矢表に立たねばならなかった。1336年にアフォンソ4世が娘マリアが夫アルフォンソ11世により虐待されているとして出兵したのである。老齢で体力が弱っていたにもかかわらず、二人の王が退治するエストレモスへ王太合は急ぎ向かった。彼女は争いをやめさせ、 和平を結ばせた。しかしこの後にイザベルは体調を崩した。和平から間もなく、イザベルは熱病で死んだ。イザベルはコインブラに葬られた。彼女の死後、奇跡が起こったとされている。1625年5月25日、ローマ教皇ウルバヌス発生により、劣勢された。ラウドティ聖人カレンダー。聖パウロ女子修道会。 2014年11月14日閲覧。ありがとうございます。